皆さんこんにちは。性加害問題が週刊誌に報じられ、アジアカップから離脱以降、日本代表から外れている伊東純也選手、現在は復帰に向け裁判を行っている最中ですが、今回はそんな伊東純也選手の日本代表の復帰時期、離婚や隠し子の噂についてご紹介していきます。アジアカップ開催期間中に性加害疑惑が報じられ、準々決勝イラン戦直前に代表からの途中離脱を余儀なくされた伊東純也選手、所属先のランスでは公式戦出場が続いているだけに、ファンサポーターからは同選手の代表招集待望論が多く沸き起こっており、3月の北朝鮮戦で選出外になった際には、 JFA はなぜ伊東選手を守らないのか、伊東選手のキャリアよりもスポンサー優先なのかといった厳しい声も上がっていました。代表復帰時については現在も判明はしていませんが、6月に開催されるワールドカップアジア二次予選のミャンマー戦とシリア戦の2連戦で復帰する可能性が考えられ、理由としては4月から日本サッカー協会の会長が田島氏から宮本恒靖氏になったこと、宮本氏は日本サッカー協会でこれまでで最年少となる会長で、一番選手との年齢が近く選手を第一に考えられるとされ、ネット上でも宮本さん、伊東選手の件をよろしくお願いいたします、宮本会長がまずやるべきは伊東純也招集だろう、伊東純也選手の件良い風向きになるといいねといった声などが見られます。果たしてどうなるのでしょうか。さて、そんな日本代表への復帰の声が多くなっている伊東純也選手ですが、復帰が現在も不透明な理由については様々言われており、一部では性加害した女性に対しゴムをつけずに行為をし妊娠する可能性が高く、それの対応に追われているのではとも言われており、これが真実だとすると、日本サッカー協会がこの件を曖昧にしているのも納得がいく気もします。そんな声もあり、過去にも同じようなことをし隠し子がいるのではないかとも言われていますが、詳細については分かっていません。ではここで奥さんについて見ていきましょう。伊東純也選手が奥様との結婚を報告したのは2021年11月23日に自身のインスタグラムでの投稿でした。この時には手元しか映っていなかったため、どんな女性なのかは分かりませんでしたが、サッカーを観戦している最中の姿が出回っています。とても目鼻立ちもしっかりしており、長髪の綺麗な美人な奥様です。奥さんの名前や職業は判明していませんが、大学生の頃に出会い付き合った関係性の長い間柄のようです。奥さんの性格は優しい性格で、よく笑い料理上手で家事全般をこなす尽くすタイプの女性ということが分かっています。そんな素敵な奥様とのフランスでの新婚生活は、伊東選手のインスタグラムから幸せな様子が見受けられます。2022年3月9日に普段物欲のない伊東選手がルイ・ヴィトンで爆買いをされている時の写真が投稿されました。きっと奥様と一緒に何にするか悩みながら購入されたことでしょう。伊東純也選手の誕生日から約1週間後の3月18日には奥さんとのデートしている様子が投稿されました。もし投稿された写真が誕生日であれば、素敵なサプライズプレゼントですね。2022年12月26日には自宅であろう場所で人生初めてのクッキーを作っているところが投稿されていました。とても仲の良さがうかがえる写真ばかりなだけに、驚きが多かった性加害問題、このことが結婚生活にどのような影響を与えるのか多くのファンが心配しています。 SNS では伊東純也選手が離婚するのではと心配の声も上がっているようです。酒を飲ませて相手の同意を得ないまま性行為を行ったということで性加害を疑われています。論点としては合意があったかどうかということですが、そもそも伊東選手は奥さんがいらっしゃいます。奥さんがいる時点で他の女性と肉体関係を持つことは不倫の定義に当たります。奥さんも裏切られた被害者の一人です。性行為があったとすると不倫ということで、女性からすれば離婚の可能性も考えるのは当然ですよね。報道の元となったデイリー新潮の記事によると、伊東選手は性行為があったことは認めているとしています。一方でスポーツ報知は、伊東は飲み会ホテルで女性と過ごした事実などは認めているが性加害については否定、また同弁護士は客観的な証拠があると明かしたと全く別の内容になっています。どちらが真実なのか分かりませんが、2023年9月に伊東選手は口外禁止条項を盛り込んだ示談金交渉を行ったことも判明しています。何もしていないならこんな交渉はいらないはずなので、性行為があった可能性が高いと思われます。
性行為があったという事実前提で結論付けるならば、奥さんが伊藤選手に離婚を要求する可能性はあるのではないでしょうか。性行為があった場合の離婚の理由としては、裏切られたという精神的苦痛、まだ子供がいないから他の女性との肉体関係により生理的に受け付けられないなどが挙げられます。もし性行為があったこと自体事実なら失望しますね。離婚する可能性については現段階では何とも言えませんが、スポーツ選手のスキャンダルが身内に与える影響は少なくないことが過去の事例からも見て取れます。例えば他のスポーツ選手の不祥事が原因で配偶者との関係に亀裂が入り、最終的に離婚に至るケースも多々あります。しかしそれはあくまで一般的な傾向であり、伊藤選手も同じ結果に至るということは言い切れません。仮に離婚することになった場合、奥さんが要求できる慰謝料や賠償金などはいくらぐらいになるのでしょうか。いろいろな環境や条件によって異なるようですが、浮気や不倫の期間、回数、婚姻期間、浮気、不倫発覚後の夫婦関係、子供の有無、不倫関係の継続の有無を考慮して慰謝料を算出するようです。伊藤選手の場合は不倫はこの時の1回、婚姻期間は2021年11月から2年3ヶ月、子供はいない、不倫関係の継続はなし、ということが慰謝料に関係すると思われます。普通の家庭であれば慰謝料は数十万円から300万円が相場のようです。伊藤選手は世界的にも有名で、奥さんの顔画像なども出回っており、特定されています。ここも考慮され、多くて800万から1000万円は要求できるのではないでしょうか。慰謝料は心の傷を埋め合わせるための損害賠償金でもあります。伊藤選手と家族がこの難しい時期をどのように乗り越えるかは彼らの個人的な決断と対応に委ねられています。そんな中、新たな証拠が出てきました。それは芸能事務所社長の証言メモと X 氏の肉声です。 X 氏とは当時スポーツビジネスのコンサルティング会社で伊藤選手のマネジメントを担当していた方です。昨年3月、被害女性の一人の A さんは X 氏と出会い、 YouTube 動画に出演させてもらうなど仕事上の付き合いがあったそうです。今回の事件が起こった日に X 氏は伊藤選手が出演するテレビ朝日の特番の収録現場に連れて行って番組プロデューサーなどを紹介するという目的で A さんを事件現場となった大阪に呼んだとのことです。呼ばれた A さんは友人の B さんを連れて大阪でサッカー日本代表対ペルー代表戦を観戦、終了後には X 氏や事務所社長とともに伊藤選手や他の代表選手もいる飲み会に参加しました。その場では男性向けマッサージの話なども出たそうです。さらにその後、伊藤選手のホテルの部屋に伊藤選手、トレーナー男性、 A さん、 B さん、 X 氏の5人が向かい引き続き飲みました。ただ X 氏はすぐに隣の自室に戻ったため、伊藤選手の部屋には A さん、 B さん、伊藤選手、トレーナー男性の計4人が残り、今回事件が起こったようです。そしてここから先が新たな証拠となり、芸能事務所社長の証言メモなどに書かれた情報です。 X 氏は A さんに俺の部屋に来いと携帯電話でメッセージを送ったそうですが、 A さんからはいつまで経っても返事がなく、翌朝 X 氏が伊藤選手の部屋に入ると A さんや B さんが寝ていたそうです。それを見た X 氏は A さん、 B さんを急いで出て行かせ、後日芸能事務所社長に連絡したとのことです。その際 X 氏は A さんについて、俺のメッセージを無視した、許せないと話していたようです。一方 A さんは芸能事務所社長に、その前のバーでマッサージがどうたらって話してたので、私の中であれ純也さんにしろってことと疑問があって、 X 氏の中で純也さんにいい思いをさせてあげる会なのかなってちょっとなってたとこもあって、その中でホテル行って X 氏が部屋から出て行ったので、むしろ任せたって捉えたところもありました。どちらにせよ迷惑かけてすみませんと謝罪したようです。ただその後、社長が詳しく事情を聞いた時には、 A さんは当時の謝罪を撤回するように、お酒を大量に飲まされて伊藤選手に無理やり性的行為をされたもので、自分からではないと、自分は被害者だというふうに説明したようです。それから約1週間後、 X 氏は A さんを呼び出して説教。これをきっかけに A さんは X 氏との縁を切ることを芸能事務所社長に伝え、その後弁護士を立てた協議が始まりました。ただ X 氏によると、この証言はでっち上げだとし、私が女性を手配するわけなどないと話しています。伊藤選手と女性の周りには
さまざまな人物と思惑が交錯しており、その一つ一つを解きほぐさない限り、あの部屋の中で一体何が起きたのかは何もわからないでしょう。伊藤選手は日本代表にとって必要な存在であることは間違いないので、一日でも早く解決をしていただき、日本代表に戻ってきてもらいたいですね。いかがでしたか？今回は伊藤純也選手の日本代表の復帰時期、離婚や隠し子の噂についてご紹介していきました。事件の真相は未だわかりませんが、伊藤選手には奥さんのケアを最優先にしてほしいですね。もし離婚することがあっても、お互いが納得する最後を迎えてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。